同時にですね、こう使い比べたりしたことがあったんですけど、感覚的にはちょっと感じない、うん、こっちがめちゃくちゃ傘を買い替えるとしたらですね、このシルバーよりもおそらくこちらのトラベルサンブロックアンブレラ、はい、こちらの傘の方にするかなっていうふうに思います。はい、皆さんこんにちは、山岡でしょうチャンネルの白鳥です。今日はモンベルのサンブロックアンブレラ紹介をしていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、そしたらですね、この2つの日傘、まずですね、こっちの大きい方ですね、これ見ただけでちょっと大きさが違うかなって思うんですけど、はい、こちらの方大きいですよね。ちょっとこっちの方を見ていきましょうか。はい、こちらはですね、名称がモンベルサンブロックアンブレラ55と言います。はい、55っていうのは傘の骨の長さですね。はい、骨の長さが55になってます。55センチになってます。なのでこれを開くとですね、だいたい約1メートル、はい、公式ではですね98センチというふうに書いてあります。折りたたみ傘なので非常にコンパクトですね。25センチ7センチ、はい、ぐらいの長さになって収納ができます。で、重さはですね 200g です。で、こういうふうにね、折りたたまれているものを展開するときはですね、もう一回しますかね、ごめんなさい。まあ、こんな風になってて、もマジックテープを外してこういう風になりますので、まず中骨を伸ばします。はい、こういう風に伸ばしたらこんな風になるんですけど、このままではですね、まだ伸ばすことができません。この折りたたまれてる骨をですね、一つ一つ、はい、きちっとカチッと音がするまで伸ばしてあげる必要があります。はい、で、こういうふうに伸ばすことができたら開きます。はい、こんな感じですね。ちょっと距離がないからこんな感じです。はい、直径が98センチっていうのは結構大きいですね。十分大人の男性でもですね、通常使える傘の大きさかなというふうに感じます。まあ、晴雨兼用日傘にもなるっていうことで、特徴的なのはこの外側のシルバーコーティングですね。生地の厚みは75デニールです。ちょっとデニールって言ってもちょっとあまりピンとこないと思うんですけど、まあ、結構しっかりした感じの厚みがある生地の厚さですね。撥水加工がされてますので、雨で濡れてもいいですね。水を弾くような仕様になって、十分雨でも使用することができます。はい、で、このシルバーにコーティングをされていることによって太陽の光をですね、反射をさせて、熱をですね飛ばしてくれるというか、中に入れないような仕組みになってます。傘のこの内側が黒くなってますので、光がこう地面から入ってきた光がこう上からこうまた反射して目に入ったりすることがないので、そこも非常に目に優しかったりとか、この黒でやっぱり上から来るシルバーのコーティングだけでは反射しきれなかった光とかをですね、さらにこの黒い生地で遮ってくれますので、公式ではですね、 UV カット率 90% 以上としか書いてありませんが、おそらく 100% に近い、99% 以上 UV カットしてくれているというふうに思います。はい、で、重さがですね 200g っていうふうに、説明をしたんですけど、非常にこれは軽い部類に入ります。はい、通常の折りたたみ傘がですね、だいたい 300-400g ぐらいっていうふうに言われてますので、その約半分ぐらいということですね。なので、まあ、登山の時とかは特にですね、やっぱり重さはですね気になりますので、軽いに越したことはないですよね。でも実際ですね、そういうふうに重さが軽くなってくると、今度耐久性が心配になってくるところがあるんですが、その点もやっぱりアウトドアメーカーのモンベルなので、はい、きちんとクリアしてます。はい、中に使われているこの骨ですね、傘の骨がですね、通常だとだいたいやっぱり6本なんですね。はい、で、それはどうしてかっていうと、やっぱり骨の数を多くしてしまうと 重くなってしまうし、その分コストもかかってきますので、6本ですが、このモンベルの傘は8本骨が使ってあります。ですので、生地のこの大きさに対してもより広く広げることができるっていうところと、あと風とかの耐風性にも非常に強くなってます。で、その骨をたくさん使えば強くはなるけど、今度は逆に重くなってしまうというふうなところがありますので、そこはですね、軽量な素材、カーボンファイバーのフレームをですね使うことで、その問題をクリアして軽く作られています。
はい、で、まあ、いいことずくめのような傘なんですけど、やっぱりちょっと使っていてデメリットも感じるところがあってですね、まあ、その折りたたみのしにくさ、あと開きにくさっていうところがデメリットかなというふうに感じてます。実際今は市販の折りたたみ傘でもですね、ワンタッチで開くものとかがありますので、僕もですね、その傘を持ってます。セブンイレブンで買った多分1000円ぐらいの折りたたみ傘でしたけど、それはワンタッチで開いてすぐ使うことができるんですけど、そういうふうに使うことがこれはできません。はい、だから開くときも一つ一つですね、8本の骨をですね、伸ばしてあげる必要があるし、今度折りたたむときは逆にそれを畳んであげないといけないっていうところが、少し、不満な点、デメリットに感じている点です。はい、であともう一つはですね、これはまあ欠点なんでしょうかね、まあ仕方ないところはあるんですけど、お値段はですね、折りたたみ傘の部類ではまあまあする方かなとまあ僕は思います。はい、5720円税込みですね。はい、傘にしてはかなり高価。はい、先ほど申した通り、セブンイレブンで折りたたみ傘を以前1000円ぐらいで買ったもの、今でも使ってますので、まあ、それから比べたら非常に高いかなというふうに感じてます。はい、物はすごくいいんですけどね。はい、ただまあ耐久性があったり、軽量っていう風なところでは満足がいく商品だという風に思ってます。はい、続いてもう一つの傘を紹介します。こちらはトラベルサンブロックアンブレラ50ですね。同じくモンベルの商品です。はい、先ほどの傘と違ってもう一回りね、コンパクトになっているかなという風に思います。値段はですね、先ほどの傘よりちょっと高くて5940円税込みに今しています。はい、その名称通りですね、50なんで、骨の長さが50センチ。はい、開くとですね、まあ1メートルっていう風になりますけど、実際は88センチぐらいの直径です。ですので、先ほどのサンブロックアンブレラよりも約10センチぐらい直径が小さいということになります。じゃあちょっと開いてみましょう。はい、まあ開き方は先ほどと同じでしょうね。中の骨を伸ばして、はい、で、はい、骨を伸ばします。はい、こんな感じです。今畳んでたんでね、しわくちゃになってますけど、こんな感じです。はい、重量がですね 130g なので、先ほどのこっちのですね、サンブロックアンブレラと比較すると 70g 軽いんですけど、持った感じはですね、もう全然その 70g 以上に軽い感じがします。こちらの傘はもう何でしょう、ちょっと大げさに言うと持ってる感覚がないぐらいの重量ですね。先ほどのやっぱりこちらの 200g はまあやっぱり重さはそれなりにあるなって感じますけど、 70g の軽さで、まあ、130g あるんですけど、もうそれ以上に軽さを感じます。少しね、傘自体は小さくなってしまうんですけど、日頃いつでもこの、まあ、バックパックとか、はい、あとはまあ通勤とかのバッグとかに入れておいても全く苦にならないぐらいのサイズ感と重さになっているかなというふうに思います。気になる遮熱の性能なんですけど、こちらも同様にですね、一応 UV カット率は 90% 以上になってます。表側はですね、通常の傘みたいなね、こう色をしていますが、裏面にですね、ちょっと分かりにくいですけど、コーティングがしてあって、これが遮熱の効果があるというふうに、カタログには記載がされております。先ほどの傘は75デニールでしたけど、こちらはですね、もっと薄い20デニールというふうになってます。触ってみてもやはりかなり薄さを感じますね。なので、耐久性は若干ちょっと不安な感じはしますね。アウトドアで使っている時とかに何か枝とかに引っかかったりすると、ちょっと容易に裂けそうな、はい、そういう不安な感じがします。ただですね、そこの軽さっていうのはめちゃくちゃメリットかなっていうふうに思います。こちら側のそのコーティングされた傘の方がめちゃくちゃ性能高そうに感じるんですけど、実際ですね、まあ、この2本持ってる僕ら同時にですね、こう使い比べたりしたことがあったんですけど、感覚的にはちょっと感じない、うん、こっちがめちゃくちゃ太陽光線遮ってるなとか涼しいなっていうところまでは感じれないですね。なんかそう言われたなみたいなね。だから多分目隠しされてると分かんないレベルかなと、こういうふうに思いますね。そういうふうに感じました。はい、で、金額的にはこちらの傘が200円ぐらいね、高くなってますけど、もし
僕がですね次傘を買い替えるとしたらですね、このシルバーよりもおそらくこちらのトラベルサンブロックアンブレラ、はい、こちらの傘の方にするかなっていうふうに思います。はい、いろんな YouTuber さんがですねもう毎年ですねこの夏の季節になってくるとこのモンベルのこのサンブレラアンブロックがめちゃくちゃ神ですよとかものすごくもうね名品ですよとかおすすめされてますけど、どうでしょうね、僕的な感想でいくとどちらかというとこちらのサンブレラアンブロックよりこの今持っているトラベルサンブレラアンブロックの方がおすすめしたい傘かなというふうに思います。でこの傘はですね2色ぐらい、タンっていう色、ちょっと草の色みたいなグリーンみたいな色と、この傘はブルーグリーンというふうな色になっております。はい、でですね実際こういうふうな暑い時期になってくると売り切れてなかなか買えないんですね、この時期は。でこちらのトラベルサンブロックアンブレラの方であれば先ほどの傘よりもですね在庫の方は安定しているように、安定しているようですので購入はしやすいかなというふうに思います。はい、ということでですねまだ日傘デビューされていない方がいらっしゃったらですねかなりやっぱり日傘あったら便利です。便利っちゃうのか、天場とかについてちょっと散歩をしたりとかいう時とか、あと写真撮影をする時とかにちょっと差しとくとか、暑い太陽の光を遮るだけでもかなり涼しく感じますし、突然の雨の時、はい、もちろんその片手はですね塞がってしまうんで危険な場所とか、それ以外の時とかはですねやっぱりレインウェア着ると暑いんでね、どんなに高性能なレインウェア着てもやっぱり着てない時と比べると全然違うんで、できれば、着たくないですよね皆さん。そういった時に傘を持っておくとですね、雨の時も使えるし、まあ晴れの時、例えば、今からね金沢カールとかね行かれる機会、行く方も多いかなと思うんですけど、上高地から横尾までの約10キロほぼね林道のようなところを歩いていくと思うんですけど、今ね厚沢川が工事しているんで樹林帯の中を歩けるので、結構川の中の造成をされた道、全く影がないところとかを歩かないといけなかったりするので、ああいうところとかはもうめちゃくちゃあったら快適になりますので、持ちがない方は購入を、はい、お勧めします。じゃあこれでギアレビュー終わります。多分もうたどたどしい説明でですねすいません、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひですねもうよく頑張ったなというふうなことで評価とチャンネル登録されてない方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではこれで終わります。バイバイ。